やあ、切断形式だよ。ラグビーピースフル、パートナーもだったかわからんけど、やっていきますぜ。パンチラハスハス。パンチラハスハス。よっしゃ。じゃあ、ちゃんと今回は掃除から始める。もう何事も掃除からが始まり。清掃することこそ、まあ、すべての始まりだって俺は会社で入社して学んだ。もう、セオちゃんってら仕方がないな。自分が捨てたわけでもないゴミを拾うのはちょっぴりしゃくだけだ。私はゴミを清掃してあげた。それはゴミ清掃の極みやげんな、ゴメスは。ゴメスの号はゴミの号かもしれん、もしかしたら。そしたらゴメスがゴミみたいな感じになっとるけど、違うからな。平和度が15になってと。まあ、教室が綺麗になったし、いいかな。出た、バキ。グラップラーバキの生まれ変わり。頭ブンブン振り回して周りのものを跳ね飛ばすバキイエーイイエーイイエーイ。今日も調子に乗ってバキしてるね。その時スーちゃんが歌いながら現れた。今日ちょっと嫌な予感がした。ナイロビー。なんとスーちゃんは歌の掛け声とともに同じところにゴミを投げ捨てたのだ。同じところにピンポイントに投げるな、お前。俺の行動見てなかっただろ、こいつ。嫌がらせとしか思えない確信犯じゃこいつ。この子一体何なんだろう。ああ、バキ格闘家、核ミサイルでも殺せない男。それで終わりかい。6時間目自由時間。もともと自由時間だけどな。何をしよう。よっしゃ、気分上々になってる。え、今さ、明らかに嫌がらせされたり気分上々、なんとる。すごいな。ミヒマル GT のそこまで気分上々になれんと思うぞ、今の状況。だってさ、そうだろ。掃除したところでいきなりゴミ捨てられたらさ、そりゃそうなるだろ。妄想。妄想しました。妄想力がプラス8向上と。なんもなかった。で、やっぱ戦うための筋力を増やす。筋トレしました。プラス12。おわ、もう本当にタオパイパイになれるぞ、お前。チョークかわしたとかすごいな。次、最高の気分。やだ、気分はハイハイハイやん。ハイハイハイアンハイやけんな。よっしゃ、その気分のまま寝る。いい夢見えそう。羊が1匹で寝れそうやもん、これ。羊が飛ぶ前に寝れそうやもん、これ。ひょっとしたら。体力が10も増えたわ。もう気分上昇したら結構能力上がるんやろ、これ。そろそろ6時間目は終わりの時間だね。平和、結構平和な感じで進んでいける今回のパート。よっしゃー。な、前回のパートで小平平平平から始まって、凛ザキヤマで、ところどころでピラチンガウと話した件、今回はルルーシュモドキで話そう。どうですか、クロノキシダの方は。配信元から話を聞いてるよ。部長にゴメスってんのお世話頼みたいの、なんて言われてしまった。ああ、はっはっは。おい、なんか俺が、なんで俺が世話されなあかんの、これ。イオリちゃん、うまいこと言ったな。そうやって秀一君をやってるのか。さあ、のぞみを言ってごらん。のぞみですか。宇宙人に会いたいとかかな。オカルトマニアだった、意外とゴメス。そういう非現実的な願いはやめてくれ。はっ、お前ギアスとかつけるんじゃない。非現実的な能力ギアスとかつけるんじゃない。相手に何でも命令できる能力とかないの。え、そういう見た目に見えたけど、そういうんじゃない。叶えられない願いを、ね、知ってるのが気に食わなかったのか、秀一君が大声を張り上げたので私はびっくりした。ギアス的な態度が怖すぎる。ヨイちゃんはこんなのよく知りにしけるな。私この人とうまく付き合えないかも。よっしゃ、次。持ち物燃えないゴミっていうのがちょっとさえんけんな。何かしら別のものに変えたいな。わかちこわかちこ。どう、あい、これ仕方ないな。誰かがやらなきゃたまる一本などでゴミを拾った。本当に優しいな、ゴメス。その優しさがいつかあだにならないことを祈っておりますよ。平和道18。なこれ、合成かっこ団子、美術部のやつだな。7時間目、暴れん坊大将軍。
授業だ。コメツくんの答え。妄想。妄想しました。15も増えた。気分の暴走になってるやんよ、見たら。エヴァンゲリオンや。初号機やん。暴走し始めたんじゃ。やばいな。てってれれ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 れ。第三子とサキエルのエティフィットを、物理で殴るんで、物理で破るんじゃ、これ。そりゃ、妄想力15も上がるわ。わざ、友達召喚。すげえ。もうサモンライトになってきたやん。召喚師になってきたやん。友達呼んで、このこそこれでさ、リンザキヤマにさ、リターまで仕掛けたいな、これ。もうその展開で、まだか。お前、ボキャブラリー少ないな、本当に。な、これ。教室が空いてられるかつて溢れた場合。他に任せ。そんなやつが前に、他人任せられる他人がおらなさすぎてさ、妄想もできんのか、これ。妄想できんほど周りにそういう想像の元がないんじゃ、これ悲惨すぎる。この環境悲惨すぎる。わー、ごめんす、暴走が止まった。これでエヴァ並みの暴走が多分あれ、気分が加工したっていうのはさ、綾波を助けれんかった時のシンジのごとくなんだろうな。それでも最高の気分なんだ。気分はハイのままなんだ、意外と。よかった。学力はちょっとさ、他の能力に比べてちょっと低い兼勉強したもんかな。プラス8。授業中なので先生に当てられてしまった。なんこれ。高温動物、平温動物、人間はどちらだ？どっちだったっけ？忘れたな。どちらでもないよ、でもないはずなんやけどさ。平温動物っていうのはさ、環境によって温度が変わりにくい、体温が変わりにくい動物で、それに対して高温動物が、変わりやすいやつだろ。人間って変わりやすい方じゃなかったっけな。イエーイ！ウィーアーゴメス！意味わからん。自分で言って意味わからん。ゴメスが答えたんじゃない。説明形式が答えたんよ。俺のインテリ力なめんな。ほら、気分上昇。あ、またエヴァ状態になった。初号機になったぞ。気分の暴走。でってるる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 る。多分さ、第五子となんたらぐらいのあたりなんやな、今。さっきやるの次あたり。スーパーロボット対戦だったら、そろそろ、カオルくんが出てくるそう。よっしゃ、行くぜ。次は、体力上げとこう、体力。寝てな。ちゃんと寝てな。7時間目ってことは、そろそろ、いちいち終わるんかな。ようやく、パート5にして、ようやくいちいち終わる。寝すぎて先生に当てられてしまった。きた！な、これ。日本人でノーベル文学賞を取ったのは次のうち誰？村上春樹、知らん。大江健三郎、知らん。新庄奈々、どっかで聞いたことある。あれ、この二人聞いたことないけど、こいつどっかで聞いたことある。聞いたことあるぞ。あれ、こいつか。大外れ、やる気ないだろと罵声を浴びせられた。この時だけは奈々ちゃんが出てきて、おい、正解や、これ。え、なんで私出てくるのみたいな顔でこっち見てるよ。そりゃそうなるわな。それでも最高の気分やけんな。奈々ちゃんのことをさ、ノーベル文学賞に仕立てあげるんやけどさ、好きな人もな。一時授業が全部終了した。あー、長かった。ほんと長かった。パート5つもかかった。早いところ家に帰ろう。2日目、確かこれ3日だったよな。3日後に、裸足状の話が出てくんか。おはよう、奈々ちゃん。うん？おはよう。朝から元気だね。これ、私の構えしまっておいで。そりゃ朝から元気ですよ。ゴメスの G は元気の G やけんな。 G のレコンギスタやけんな。イエスサーここまで元気だとさ、もう奴隷としか言いようがないね。奴隷レベルが5上がったと。よし、今日も1時が始まるぞ。こんな1日の始まり方嫌だ僕。おお、授業が始まってしまった。授業が始まったって、遊ぶもんは遊ぶんだろお前。よっしゃ、何から始め、体力下がってない？なんで体力下がったんこれ。え、こんなに下がっとったっけな。え、もしかして先生に
先生になんかさ、こらって怒られたけん体力下げられたんか。なんで体力下がったんや。気分が下がるところだろう、今。体力回復しとこう。な、これ。プラス3の連続ボーナス。連続ボーナスとかあったんだよ、これ。連続でやったらこうなりますよ、みたいな。目覚めすっきり、気分が向上。やったー。またエヴァンゲリオンの暴走始まった。3代目の人現れたんだ、これ。そろそろ暴走以外の倒し方あるだろう。あのさ、ヤシマ作戦とか。あの、日本中の電力供給してビーム砲撃ったりとかせんのか。よっしゃ、連続ボーナスが気に入った。もう一回やっとこう。寝ました。16。で、プラス3あって19。すげえ。あ、さらに暴走のさらに上があったりするんかな。ないわ。さすがに暴走以上のことをされたらさ、地球崩壊するわ。そうやな。アベンジャーズとか現れんかったら止めれんレベルになってくるけんな。よし、体力が回復できたところで、筋力上げて、やっぱ戦わなあかんってことで筋力いるんやな。おう、一回の筋トレで15も上がるようになってしまったよ。暴走し始めたら。おぉ、すげえ、タオバイバイや。もう何回も言うよ。タオバイバイや。タオバイバイ現れたけんな。もしかしたらこれでさ、これ、ここまでで切れとうけどさ、この下さ、チョークの、あるかもしれん。チョークに綺麗に乗っかっとう状態がこれなんかもしれん。なあちゃんが、わぁ、すごいねっていうさ、棒読みで言うんだな。で、1時間目が終わり。10分休み。ということで、この、これ何でセクシー喋ってみよう。ほんと、これ何やもんな。誰が見ても十中八九低俗だという思う落書き。誰がセクシーなんかは謎。低レベルが。よっしゃ、次行ってみよう。これ何でさ、これ調べたらどうなるん、これ。とりあえずこれにしてみようか。ああ、わあ、ゴミだけで終わるんじゃ。とりあえず、行動力に使って誰かに話しかけようと思うけど、この4人以外、いおりちゃんあたりが、セコン4やった。いおりちゃん、髪の毛が若干スプラトゥーンっぽい色しろ、いおりちゃん。出てこんな、この4人以外にも喋りかけたいのに出てきてくれんな。とりあえず今回はリン・ザキヤマにそろそろもうさ、リベンジしたい。技覚えたけんな。召喚の技覚えたけんな。このさ、哀愁漂う。てか、リン・ザキヤマさ、前からちょっと思っとったけどさ、お前、シャッフルってアニメでさ、空の鍋の中、お玉でかき混ぜておったりしとらんかった？ちょっと気のせいかな？見間違いかな？あのさ、リンちゃん。なーに？ゴメスちゃん。リンちゃんはどうしてそんなの、いつも持ってるの？ここで片身って言われたら、ああそうなんやって納得せざるを得んのが怖いところ。誰もリンちゃんのこと襲ったりしないよ。もじもじしてる。大丈夫だよ。ううん、大丈夫じゃないよ。いつもリンのこと狙ってるもん。そのロッカーとかカーテンの裏とか見てるもの。何そのヒットマンみたいな。ヒットマンが狙われてるような感じ、なんなんそれ。リン・ザキヤマ意外と裏のシンジケーターと繋がってる可能性ありな感じになってきた。え？見てる？何が？殺人者よ。ヒットマンや。殺人者って書いてこれヒットマンって呼んだろ今。ヒー、やっぱリンちゃん何考えてたかわからないし怖いよ。なんで何回も話しかけてるの私。それは俺に言ってるのか。いや、リン・ザキヤマやってさ、仲間にしたらさ、あと2日後か。2日明日になるんか。3日の最終日やけん明日になるんか知らんけどさ、果たし状の件でリンちゃんを呼び出せるかもしれんね。リン・ザキヤマを。こいつ仲間にしたら結構強そうやもん。体力的には雑魚やけど。そうやな。もらっとく選んどこう。こんな団子も取ったってあんま意味ないだろう。というわけで、若ちこねえ、これよし。仕方ないな。でもう一回これ拾って何が出てくる？ヘイバードが燃えないゴミだったよ。くそ、燃えないゴミに戻っちまった。なんで俺燃えないゴミ片手に2時間目に挑まなあかんのよ。おお、授業が始まってしまった。まだ気分暴走してるよ。まだ使徒と戦いよんか、これ。めちゃくちゃ強い使徒が出てきたんやな、これ絶対。ロンギウスの槍いるんだろうか。
さて、筋力じゃ、そろそろさ、戦う体を作っていいかな。敵をワンパンで殴れるように、埼玉みたいな。ワンパンマンの埼玉みたいな感じになっていきたいな。筋トレしました。筋力がプラス6で、ボーナスがあって、結構上がったなーで、よっしゃ。ボーナスもらって、もうこの時間筋トレばっかするぞ、これ。筋肉だけが全ての人間になってもいいぐらい。タオパイパイ。これもおなじみの風景。タオパイパイしたせいでさ、筋力が100超えてしまった。そろそろゴメスっていう、もうゴメスちゃんっていうかさ、ゴメスさんになってくるよ。これ筋力強すぎてさ、誰からもいじめられんようになったんちゃうかな。感激が怖くて。もうめっちゃいく。おっ、なんこれ。しかしたまたま置いていた。燃えないゴミのおかげでチョークを防がれた。すげえ、燃えないゴミっていうそういう使い方があるんじゃ。燃えないゴミを舐めれることができんようになったな。たださ、ちょっとチョークに乗りたかったけんさ、その防いだチョークを拾って自分で投げて、これ乗っかっとんだろうな。これ今ちゃんと乗っかってる時の体勢しとるもん。これあはは、すごいね、かっこ棒やけんな。よし、調子に乗って気分が上昇。暴走のさらに上があるんがすごいよな。これ暴走してなおさらに気分上がっとるわけやんな。せっかくの休み時間なので、私はナナちゃんに跳ねかけた。ナナちゃん。なんだこのタマちゃんみたいな感じ。ちびまる子ちゃんのタマちゃんみたいな感じなんだこれ。うん、遊びに行きたいよ、お話ししよう。いいわよ、おっと受け入れてくれた。何のついて。恋バナガール、わあ、ゴメスもピラチンガールも絶対彼氏なんかいなさそうだけど、一応聞いてみよう。ナナちゃんの彼氏についてもっと教えてよ。普段そういう話も語ってくれないから全然わかんないよ。私の彼氏いないとかいう話なんだろうな、これ。多分いなさそうやもんな、これ。まさかこれが私の彼氏だよとか言いながらさ、誰もおらんところを指さすなよ、怖いけんな。ちょっとそれ怖いけんやめてよ。リンザキヤマ並みに怖いぞ、それだったら。 ABC 誰の話が聞きたい。こいつサンマだかけてやがる。顔はこんなに可愛いからってサンマだかけてやがる、お前。え、そんなにいるの。嘘よ、嘘、冗談。お前何、お前さ、リンザキヤマみたいな顔になっとんな、お前。やめろ、お前。あ、焦った。私の彼氏はちょっと頭いい男子校に行ってる普通の人だよ。喧嘩が強いってわけじゃないし、家が金持ちなわけでもない。がっかりするくらい普通の人。背は高いけど、それでも好きなんだよね。うん、好きよ。あいつとはバレーの新人戦で出会ったんだ。過去にバレー部だったんじゃ。ナナちゃん、男子の汗って輝いてた。ほう、本当に恋愛的な感じなんだ。一目惚れってやつかな。そういった時のナナちゃんの横顔があまりにも女の子すぎて、ギュッて抱きしめたくなった。私もそんな恋したいな。無理。無理。あ、知らぬ間に18分、もう少しで19分来てるな。だがこのお休み時間、セクシー10分休みでちょっと誰かに話しかけたいな。何回毎回話しかけるもどうかなと思うけどさ。よっしゃ、へいへい、お前。あー、おまけがついてきた。だからお前には鬼の名前を呼んでほしい。なんで。そんなの、私のことは好きなの。バカ言え、みんなの目があるからに決まって。ほうほうほう、顔赤いですよ。ヘイ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 。好きだからって言ったらやめてあげる。ほら、あー、出たー、ゴメスの第7の技、ごまかし。なんだよ、カガオカミ。キクがせっかく勇気を振り絞って小兵兵をやめさせようとしてるのに邪魔して。あ、やっちまった。今の邪魔させるんじゃなかった。翔平平やめて平平になるとこだったのに。俺読みたくない、読みやすくなったのに。これからの文章、野獣は爆破。恋人同士を邪魔して私は去っていった。私的には翔平平は翔平平でいてほしい。なんや、柳谷だったっけ、柳田、分からんけど、翔平平でいいわ、それだったら。
この読めん漢字読まされるよりかは翔平平の方がいいわ。よっしゃ、今回はここまで、ここでセーブして終わりとさせていただきましょう。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。奈々ちゃんの彼氏をもっと具体的に想像してみよう。バレーの試合で汗をかいている姿がかっこいいって言ってたから爽やか系なんだろうな。でもそんな爽やかな男の子が不良の女の子に尻に敷かれてる姿って想像したらえぐいな。